いやみんな本当に北朝鮮バカにしすぎでまあなんかロシア人がなんかロシアがオリンピックとかでめちゃくちゃあの旧共産権が金メダル取りまくってたのと同じでもうドーピングしてでももうすごいリソースを。 ここにもう核技術とミサイル技術に傾斜配分してるんでそれはもう北朝鮮のエリート中のエリートがここに集められて最先端技術の開発をやってるはずなのでめちゃくちゃゃく実験をしてるわけですよ打ち上げ実験を何回もやってるんで相当習熟してるというかいつでも撃てるような状態にそれこそもうノドンとかのレベルだったらかなり正確に東京に撃とうと思ったら全然撃てるんですよ。っていう状態にもう何十年も前からなってるんで。もう今更何言って って,んのっていう感じは、僕はすごくしてるんですよね。<laughs> はい、それは、なんか、その国力を示すために。国力じゃなくて、だから、アメリカと対等に、いや、アメリカと対等に付き合うためですよ。核を持ってると、下手なことできないわけですよ。相手がきくるって、本当に言ってくるかもしれないと思うわけじゃないですか。か北朝鮮が、じゃあ、持ってる核ミサイル全部撃ったとしましょう。まあ、正直、どうってことないわけですよ。あ、どうってことないって、また、誤解が、あのね、ますけど、それ、それなりの死者は出るけれども。 じゃあ別に日本が滅ぼされるからっていうとそんなことはもちろんないしむしろ北朝鮮がズタボロになってあのキム・金正恩は殺されるでしょうと、うん、そういうのはもう分かりきってるわけじゃないですか。うん、っていう状態を作らないようにする今の政体政権政体が維持される状態を作るためには俺は核持ってるぞといつでも撃てるぞといつでもお前のところに打ち込めるぞと。 お前のとこのね核ミサイルに、ね、打ち込まれたら嫌でしょうと、うん、手出しす,すんなよと国防がメイン結局自,分自国を守るために自国じゃなくて自分を守る<分>独裁者が自分の政権を守るためにやってるんですよだからロシアなんかも今すごく懸念されてるのは一番あり得るシナリオはロシアがでっかい北朝鮮になってしまうっていう、うん、ということが今一番懸念されてますよね多分 あのおっしゃる通りで北朝鮮はですね韓半島でえ南北でこう戦争をやったわけですねこれは朝鮮戦争っていうのは1950年から53年まで3年間やったんですけども最後今はあのこの朝鮮戦争は 急戦状態あの戦争状態なんだけども休戦をしてるという状態なんですねでこれは何で休戦になったかっていうとですねもともとのキム・イルソン出席はですねトルマン大統領がもしかするとこのままだと広島長崎と同じようなことをしないといけないかもしれないっていうことを聞いて震え上がって休戦になっ いたわけですそれからですねやはり核の威力っていうのにずっとですね彼らは目標にやってきてるわけですで自分たちでいろんな努力をするのともしかするとどこかの国の科学者たちを連れてきていろんな核の研究だとかロケットの研究をさせて結果的にどうなったかというとですね核を持つようになってからトランプ大統領米国がですね対話の席に着いたわけです。そうすすするるととこれはですね北朝鮮からすると やっぱり核を持ってないとアメリカはその対等なテーブルについてくれないんだということを確信しましたのでいろんなアメリカ、日本、韓国がですね非核化ということを北朝鮮にそのいろいろ要求してもすこれを話したらですね自分たちの安全保障まさしくあの今の金正恩のですね安全保障自分の立場がなくなるというふうふに思ってますから絶対離さないいと思います絶対手放さないしで逆に言うと絶対打ち込まない。 これは逆説的に言うと日本に打ち込んだ瞬間終わるんであその通りです、はい、終わりますよね、うん、もう絶対終わりますそれはもう日米は黙ってないですよね、うん、格好の口実じゃないですかそれは。核っていうのはですね平時の状態で脅威を与えるにはすごくいい兵器なんですけどもこれ一旦使う もしかすると北朝鮮なんかっていうのはもしかすると一日も持たないぐらい古典パにやられてしまっちゃう可能性があるわけですねじゃあそういうふうなことは絶対ないのかっていうとそれはもしかすると指導者が平常状態じゃない状態になった時にこうボタンを押してしまうってことはないことはないというふうには思いますけどでも通常だったらですねなかなかそこのハードルは非常に高すぎて核戦争にはなりにくくなってるんじゃないかなというふうには思います。で先ほどどププーーチチンンの話もあったんですけどプーチンは今リスクはある あのプーチンはですね、クリミア反島 と、まあ、私たちからすると違法に、彼は。クリミア半島に住んでいる住民の人たちの、えっと、選挙でロシアに、えっと、編入したいっていうふうなことを。言ってますけれども、あれが起こった後、あの、日本も含めて、欧米はですね、経済制裁をやったんですね。これに対応するような形でですね、プーチンは何度か。核も私たちの選択肢の中の一つですって、こう言うんですね。これは基本的には、ですね、脅しだとは思うんですけれども、今のウクライナ。 戦争あウクライナ戦争って彼は言ってないかウクライナ侵攻がです、ね、始まった以降も何度かそういったことを喋ったり、はい、またはラブロフって外務大臣がそういったことをあの言ってますけれどもただこれはですねあのウクライナで核を使った場合に反動の方がもっととと大きくなることは確かだと思うんですね、はい、今のウクライナでの戦況ですね逆転するようなことが核を使ったら起こりえますかっていうと必ずしもそうじゃない。うん まあその脅しには使うかもしれないんだけども実際の使用っていうのはなかなかハードルが高いんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、だからそういうことなので北でっかい北朝鮮化するっていう経済制裁がどん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 強くなっていてロシアの中で経済回すかみたいなあとその技術的にもねサプライチェーン結構破壊されてるので武器弾薬の話とかもそうですけどそうです、ね、武器弾薬、まあ、高度な特にこういったミサイルとか ICBM のドイツ製のね工作機械だったりとかジャイロみたいなすごい高度な部品だったりとかそういったものが手に入らなくなってもしうちの部品も使われてるかもしれませんね、うん、だからそうそう、はい、第三国経由で密輸されてる危険性は非常にあって北朝鮮も結構、まあ、僕はロケットの仕事をしてるのでその業界詳しいんですけど、まあ、僕らとたまに連携してる、まあ、北大の中田先生っていう先生は最近。万民防護 で大量にアルミフレームの自転車が輸出されていたことがあったんですよ十何年前にこれは固体電量ロケットを作っているシグナルだねうん、うん っててていう話をされてて固体燃料ロケットって基本的には火炎素酸アンモニウムっていうあの火薬がまあ燃えるんですけど燃やす一種の燃料としてアルミニウムを使うんですよ。アルミニウムとかマ,マグネシウム金属のアルミニウムってめちゃくちゃ酸化力が高いんであの皆さんが一円玉とかで見てるアルミニウムのあれは酸化皮膜なんで酸化アルミニウムをみんな見てるんですけどあれだから一瞬で酸化しちゃうんでだからああいう皮膜はつくんですけどめちゃくちゃ燃えるんですよ。だからその アルミニウムを輸入するために万病魔法を使ってるっていうリサイクルの,その自転車のフレームで作ってるみたいなアルミニウムっての,あのご存知の通りあり電気分解でしか作れないんで大量の電力を消費するんで北朝鮮電力不足なのでなかなか作りづらいと思うんですよ。サイトも取れんのかなあそこはは原料武器製作使うって言われずに輸入して。中古の自転車輸入しててるんですっていう でもこれ見る人が見れば、これ、あれだな、固体燃料ロケットだなっていうふうに見たりとかしていて、うん、まあでも本当に北朝鮮はそこにめちゃくちゃリソースを、まあもともとスカットとかがメインだと思うんですけど、それもロシアから流出した技術ですからね。はい、ロシアが第三国にエジプトとか中東あたりとか、もう全部スカットベースで大きなロケットをどんどん作っていったって経緯があって、北朝鮮はあの固体燃料ロケットも液体燃料ロケットも両方の技術持ってますよね。はい